石川俊介は、地方競馬の大井競馬場東京都騎手会所属の騎手。勝負服の柄は、銅緑、赤星さん、袖白、赤日本林。東京都出身、血液型大型、身長157センチメートル、体重46キログラム。地方競馬教用センター騎手家庭第83期生。2006年3月31日付で、地方競馬騎手免許を取得。 同年4月9日、大井競馬第一競争 C32 組13組、条件戦6番人気、クエーサー・ネフェルで、初起乗。同年6月27日大井競馬第一競争、C35 組6組条件戦を4番、人気ブライトワールドで優勝し、初勝利。2008年1月14日、第22回全日本新人王総派戦出場。 同年2月20日平成19年度、南関東公営競馬最優秀新人騎手賞、受賞。2010年6月1日から9月30日まで、佐賀競馬で技術研査騎手として、期間限定騎乗を行うと発表された。佐賀競馬での所属は、真島玄徳9社。2012年12月3日に、鈴木刑事に所属変更となった。 2015年1月13日より東京都騎士会所属となった。地方通算成績は720戦20勝2着28回3着29回。勝率2.8%、連帯率6.7%。ありがとうございます。